気まぐれクックは、日本の男性ユーチューバーである金子が、2016年12月23日に、開設した YouTube チャンネルである。2017年7月より2021年6月、初旬までキーに所属していた。現在、キャリーオン所属愛知県地下半島を拠点に、活動しており、主に魚を取り扱う動画が多く、軽やかな包丁裁きと、 軽妙な語り口が人気を博している。体長約40センチメートルのシマアジを数分で刺身にする技量を持ち、一般的な食用魚ではないサメやウツボなども自宅の台所で捌くパフォーマンスを行う。生きた魚を殺めるところは極力動画では取り扱わないようにしている。動画内で魚の調理を始める際には捌いていく。作った料理を食べる際に銀色のやつ。 という決め台詞があり、校舎では、朝日スーパードライを飲むのが定番となっている。調理師免許は持っていないが、愛知県にてフグ処理師の免許を取得している。愛病の虎を溺愛しており、過去には虎を可愛がるだけの動画も投稿している。片栗粉が苦手であり、本人曰く、触った時にキュッキュッとなる感覚が嫌とのこと。1991年愛知県の伊勢湾近くの、 両市長に生まれる。幼少の頃から釣りや魚の調理や食べることに親しんで育つ。魚のさばき方は調理師の両親を見て育ったことから自然とできるようになったという。名古屋の工業高校を卒業後、サービス業へ就職。2016年3月、親友の釣り仲間たちと西安フィッシングクラブというチャンネルでグループユーチューバーと活動開始。 また、金子単独でもチャンネルを開設するも、2016年8月頃、動画を集約して、更新頻度を上げていこう、ということから合併した。2016年12月、サービス業で、調理の腕が磨かれ、役職をもらうほどであったが、休日が不定休で、日数も少ないことを国離職することを決意。2017年2月に退職することが決まって、 動画編集の時間が取れるようになるため、西アフィッシングクラブのチャンネルに自分の動画のみが並ぶのはよろしくないだろうということで再度チャンネルを分割する。この時はまだ YouTuber を専業として活動していくことは考えておらず、2017年4月からの就職がほぼ決まっていた。この時、友人の YouTuber である厚見宅場からなかなかつかめるチャンスじゃない。 本当にもったいないから、ちょっとあと1ヶ月だけ真剣にやってみという言葉を受け、精力的に活動してゆく。ある時、マグロをさばいた動画が、YouTube の急上昇に乗り、それを境に上げる動画がほぼすべて急上昇に乗るようになり、登録者が加速度的に増えていき2017年3月末には7万人を記録した。 これをきっかけにほぼ決まっていた会社には、事態を申し出て、ユーチューバーとして活動していくことを決めた。中京テレビの開局50周年を記念して、開催された、堺ホールディングスプレゼンツ笹島クリスマスライツ2019にて、自身が、プロデュース、監修した料理を提供する、気まぐれ食堂が2019年12月6日から12月25日までの、間、 期間限定で出展された。2020年7月7日、自身のツイッターで結婚を発表した。2020年12月11日、自身プロデュースの調味料、調理器具を取り扱うネットストア、金子道具店を開設。2021年3月1日、初の自著書籍である料理本、さばいていく。気まぐれクック流魚さばきの楽しみ方を出版。 2021年6月5日公開の動画にて、これまで所属していたキーイの社長の急な交代や、経営陣への抗議として、キーイを対処することを発表した。カードコレクターとしての金子は、遊戯王オフィシャルカードゲームのプロモーションカードとして、世界に1万枚しか存在しない光の創造神、ホルアクティを30枚保有している。2020年8月15日時点の相場で、 総額1200万円に相当するとされる。その他にも、遊戯王カード20周年を記念して制作された、プロモーションカードの純金の青眼の白竜、純銀の青眼の白竜を複数枚保有するほか、レアリティの高いカードを多数保有しており、その資産額は、遊戯王カードだけで、数千万円から1億円程度相当になると思われる。これらのカードは自宅に展示するほか、 自宅金庫や銀行の貸し金庫に保管しているとしている。ありがとうございます。